ボンジョルノー、あちゃんです。今日はね、1月の28日、日曜日、ね、あちゃんのソーレタイムです。昨日ね、ちょっとね、撮影で出かけてたの。珍しくね、土曜日に撮影行ってきてんけど、ね、別に土曜日やかいかんなんところじゃなくてね、日にちが、日にちがちょっとね、どうしても行きたかったね。ちょっと今月中に行きたかったよ、動画の都合でね。別に今月しかやってないけど、そんなんじゃないねんけどね。で、まあ週明けもね、忙しいのよ、いろいろとあって。だからちょっと昨日出かけてきてんけどね、土曜日やっぱ人が多いね。多いって言ってもそんなむちゃくちゃ多いわけじゃないねんけどね。まあそんなバリ込みじゃなかったんやけど、まあまあ人が多かったね。139の78の59。今日はね、ゆっくり10時58分。うん、何ね、あれですよ、ね、早くも遅くもなくです普通。よし、ね、で昨日ね、撮影から撮影所ロケ行って帰ってきてね、ロケというのか、まあね、で帰ってきてね、でもうお昼ちょっと遅かったもん、私お昼今日結構食べたからね、中に晩ご飯食べられへんかって、でゆっくり休むってちょっとお腹も落ち着いたし、プラモデル作った模型動画をね、作りたくてね、何本撮ったかな、3、4本撮ったね。で結局3時4時ぐらいだったかな、寝たくてね。一番、いいかなと思ってね。で、まあ全然収益率低いのよ、裏チャンネルって。びっくりするぐらいメインよりも収益率低くてね、何やってんだかなのレベルやね、ほんまにね。でもご新規さんがね、まあまあ見に来てくれてんのかな。再生がちょっとね、数日前の動画の方が再生が良くてね、パラパラと見られてんねんけど、でメインとはメインには届かんぐらいの再生数やねんけどね。でチャンネル登録もそんな増えてはないねんけどもね。でコメントも増えてはないねんけどもね。何日前やろこれ、結構前の動画がね。今何見られてる、今日の朝からもね再生伸びてる、不思議な見られ方してね。でその後出してるのがね、なかなか、何日前、6日ぐらい前か、6日ぐらい前、1週間ほど前の動画がね、バラバラ見られて、今ぐらいちゃうね、2400再生までいってね、すごい不思議やね、何やろなこれ。まあね、どうでもいいんだけど、見られることは嬉しいからね。ブランブルギーのね、裏感作ってるプラモデルの動画だよね。でその後ね、絶版のプラモデルとかね、いろんなやったりしてんねんけども、今日はこれか、あ土が動画に差し替えよう。
まあいろいろね、メインチャンネルの方でもね、もうプラモデル全然今上げてないんだけど、またあげようかなと思ってんだけど、あっちでやったりこっちでやったりね、あと他にも、ね、やりたいこともあってね、で昨日撮影してきた分もね、早く作って出したいなっていうのもあってね、あのいろいろね、やりたいことはいっぱいあんねん、いっぱいあんねんけども、なかなかね、やる間がなくてさ、なかなかね、こう、うん、ね、ほんまに時間がもっと欲しいなーっていうのがあるね。時間もっと欲しいってレバレッジかけるのはやっぱりね、人の手を入れることやねんけどね、あっちゃん以外ができることっていうのはね、あの人、他の人たちがやってくれたらもっともっと効率が良くなんねんけどなーって思う。練習できる人が入るの難しいな。うちのスタッフさんもね、やってくれへんのよ撮影とか行くときはついてってくれねんけどね、編集はね、してくれへん。前にね、肌の感触はすごい良くなったよ、これ。バイヤーさんのね、ヒアルロン酸と、ローションとね。またヒアルロン酸買わなあかんな、もう洗えんな。また注文しとこう。途中でちょっとこぼしたからな。いい感じ、いい感じ。はい、ということで、今日のあっちゃんの、ソーレータイム、この辺ちゃうわ。薬や。あ、スプーン持って出せた。一緒、薬だけ飲んできますね。ということで、今日のあっちゃんのそれでもこの辺で終わりにしたいと思います。だんだんバイバイ。昨日ロケでね、ちょっといろいろ出し上げ回ってきてね、ちょっと疲れてるんで今日はゆっくりします。バイバイ。キャナちゃん、それでも良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。